とある窓辺から差し込んできた大空の光、あれは一体何と聞くと、あれは天使のはしごだよと教えてくれた。太陽と比べ物にならないくらい大きくて優しい光、それはまるで大きな神様の背中のように見えた。光が見えない人に色をやって太陽や月や星を欲しい。風や波の音を教え、神様を信じられない人にどうやって神様の存在を教えるの。体が冷たくなって冷えてしまわないよ。一人で寂しくなって泣いてしまわないように。ずっとそばにいてあげるからね。優しくて愛しい母の